長所って考えるからわかんないんじゃない。どうもかみちゃんですよ。なんかもうすっかり寒くなってきましたね。ちょっと前に自分を認めるってこういうことみたいな動画を出しまして、人間には持ってるものと持ってないものがあるのに、自分の持ってないものにばかり執着し始めると地獄の始まりだよっていう、それよりも自分が何を持っているのかを理解して自分に適した生き方を見つけていくことこそ人生だと思うぜみたいな話をしたんだけど、その動画のコメントとか DM でもちょいちょい感想をいただきまして、多かったのが自分の持っているものが分かりませんとか、私は何も持ってないですみたいな、自分の長所が分かりません系のコメントがやっぱり多かったんですね。でそういう方に一つ提案なんだけど、長所って考えるの一回やめない？自分の長所、何か人より優れているもの、上手にできることって考えると思い浮かばないかもしれない。そうではなくて特徴って考えてみたらどうでしょうか。私が前回の動画で持っているものとか自分の特性とかそういう言い方をしていたのもそのニュアンスを含んでるんだけど、何か飛び抜けて明確にいつでも人よりできることがないといけないのではなくて、この世にはいろんな人がいるから、あなたが比較的楽にできることがめちゃくちゃ苦手な人もいるわけよ。そうしたらそれはもうあなたの特徴で長所とも言えちゃうのよね。私も自分が人よりズバ抜けてできることとか、これが私の長所ですって胸張って言えるようなことって言われたら別に思いつかないです。それこそ人と比べ始めたりしたらキリがないしね。自分よりそれができる人なんていっぱいいるしさ、考察力、洞察力、でもそういうのも私としては長所というよりも特徴っていう感覚なのね。何が言いたいかというと、自分はこれが得意だって思えるようなものを探そうとするんではなくて、自分って普段どんな感じで生きてるかなっていう、何が好きで何が嫌いかなとか、自分の習性から理解していった方がいいと思うんだよね。例えばみんなで何か決めましょうって時に絶対これがいいって思うか、みんながそれがいいならそれでもいいよって思うかとかさ、前者なら意志が強いってことだし、後者なら周りをよく見てる協調性があるっていうことだよね。それは誰よりも私はそうです、私の強みですじゃなくたって、あなたの特性の一つなわけよね。他にもみんなでワイワイするのが好きかとか、一人で黙々とが好きかとか、体を動かすのが好きか、頭を動かすのが好きかとか、もしあなたが仮に何かを黙々とやり続けることができる人なのだとしたら、世の中にはもう全然そういうのがつまんなくてじっとしてられないタイプもいるわけで、その時点でそれはあなたの特徴であり長所にもなりうるのよ。そういうあなたの特性こそが持っているものだと思うのよね。それはねもうないわけがないのよ。人が生きている限り何かしら特徴的な生き方をしているし、もし自分が短所ばっかりだって思うんだったら、それを裏返してみればそこにも特徴があるはずなのよね。例えば私はめちゃくちゃ頑固だし、人に思いやりない方だし、自分になりやすい人なのよ。これだけ聞けば明らかに短所だけど、でもそれは時に芯があるっていうことにもなるし、自分がこれだと思ったものにはこだわることができたり、人の感情に流されずに冷静に物事を見ることができるとも言えるわけよ。私はそういう特徴があるから、いろんな人と関わってみんなに配慮してリーダーシップを発揮してみたいな仕事は絶対に向かないけど、自分一人でとことんみたいなこういう仕事は向いてるわけよね。他にも何が好きか、よく何をするかとかでもいいと思う。例えば私は何でもいいから自由に絵を描いてねとか、自分の好きに何かを生み出してください系のクリエイティブなことめっちゃ嫌なのね。ほんとなんでクリエイターやってるんですかって感じなんだけど、想像力がないから。でも逆にずっと永遠にこの数字データ入力してくださいみたいな単純作業は永遠にできちゃうのよ。それも私の一つの特徴だよね。想像力がない、クリエイティビティとか臨機応変さがないといえば短所だし、一つのことを淡々と黙々とやり続ける、そういうことには集中力があるといえば長所なのよ。そういう作業がつまんなくてできない人もいるんだから、今私がこういう話をするのを仕事にしているのも、私が別に自分では何とも思っていなかったこういういろいろ考える癖っていうのも私の一つの特徴なんだって気づいたからなのよね。世の中別にそんなに考えない人もいるんだと、それも逆に楽観的でいいことだし、私みたいにこうやってめんどくさいことをいちいち考えるのはネガティブになりやすくて考え込みやすいっていう意味ではマイナスの性格だけど、裏を返せば考察力があるとも言えるのよね。だからこそこういう発信ができているわけだし、私が持っているもの、それらが全部絶対的な長所では全然ないわけよ。言い換えれば全部短所なんだよね。でもそれを短所としようが長所としようが紛れもない私の特性であることは確かよね。ついてはそれらが長所として生かされる生き方を選べばいいのよ。内向的で臨機応変なのが苦手で頭が硬いんだったら公務員とか事務職とか正確性とコツコツさが求められる仕事みたいのをしたらいいしさ、あごめんこれなんかその仕事の悪口を言いたいわけじゃなくて、しかも私の勝手なイメージだから実際の仕事内容とね合ってなかったら申し訳ないんだけど、逆に落ち着きがなくて刺激が欲しいんだったらベンチャーみたいなさ変化が多い仕事の方がいいかもしれないし、頑固で人付き合いが苦手でこだわりが強いと思うんだったら自営業とか
かさ、研究職とかそういうのをやったらええやないの。まあ別に仕事の話だけじゃなくてね、趣味だってそうだし、人との関わり方とか何においてもそれぞれに合った形っていうのがあると思うから、何事も裏と表、陰と陽、北があれば南があるし、草食動物がいれば肉食動物がいるように、あっちがあればこっちがあるっていう、これをね私も就活時代に分かってたらなって思うんだけど、当時の私はやっぱりこれが良くてこれは良くないんだみたいな前提があって、陽キャが善で陰キャは悪いんだみたいな、人間的に成長してないんだじゃないけどみたいなのとかがあって、自分の中の良い悪いが勝手に決まっちゃってるから、自分の良いところを見つけようとしても苦戦してたし、なんとか無理やり自分の思う善っぽく自分を作り上げては、絶対自分に合わないキラキラ企業を受けに行って全落ちしてたけど、今から思えば何がいい何が悪いとかじゃなくて、とっとと自分の特性というものを理解して、その自分の特性が長所として生かされる場所を選ぶべきでしたっていう、それこそ教育系とかさ、研究職とかさ、まあこういうフリーランスとかね、そういう方が絶対向いてるやろがいって、もう絶対みんなで協力して売上目標を取りましょう、おーみたいな、今夜は打ち上げですねみたいな、キラキラ営業とかじゃないだろって思うんすよマジで。それは当時の私が勝手にこれが良くてこれが悪いんだとか、なんかそういう基準で考えてしまっていて、そういう基準に当てはめて自分の長所というものを探そうとしていたがゆえに全然見つからなくて、なんか自分はダメなとこばっかりみたいな風に考えてたけど、何が良い悪いとかじゃなくて、あなたの特性習性それ自体があなたの持っているものだし、見方によっては短所にもなるし長所にもなるけど、そういうあなたに適した場所を選んだ時にそれが長所になるよね。ので、私は何にもいいところがないんですとか、持ってるものなんてないんですとか言ってる皆さんは、そんなわけないんで、たわごと言ってないで、まずは自分がどういうタイプの人間か、どういう習性を持っているか、それを把握してみたらどうでしょうか。友達と話すだけでもさ、私はそう考えないとか、私はそれ苦手とか、逆に友達がよくそういうのしんどくならないよねっていうようなことを、自分は別に楽にできたりとかさ、そういうのがありますから、それがあなたの特性であり持っているものなんですよと私は思います。なんか大それた考え方をしない方がいいと思う。昔私もそういう風に考えてたし、相談とか聞いてても思うんだけど、なんかこう自分の長所とか自分のできることとか、ついその分かりやすい大それたことを掲げようとして、自分にはそんないいところない、できることなんてないから、もっと頑張らなきゃみたいになりがちだけど、あるからすでに特徴はいいのよ。割とのんびり屋さんで細かいこと気にならない方ですとか、逆にめちゃめちゃ神経質で考え込みやすいタイプですとか、そういうところからで、そういう特徴を理解して生かしていった先に大それた結果があったりするんじゃないかなと思います。私は、はい、そんな感じです。また何か引っかかるところとかあればコメントに書いといてください。私もそれを見て考えます。それでは本日も皆様良い睡眠を。お腹すいた、夜ご飯食べよう。じゃあおやすみ。